ホラーの秋。はい、ということで今回も意味がわかると怖い話を進めていこうと思います。ストーリーテラーは私、お口もっこりが務めさせていただきます。では参る。今回は2回目ということで、ステージ1のファイル4始めていきます。それ、とある駅のベンチで電車を待っていた時のこと。隣に赤ちゃんを抱いた女性が座った。子供が好きな僕はついじっと見てしまった。それに気づいた女性が話しかけてきた。実はこれバッグなんですよ。そう言うと赤ちゃんの服をめくり、お腹についたジッパーを見せてくれた。確かに言われてみると目もガラス玉のようなものでできているようだった。よくできてますね。ええ、難しいんですよ、作るの。時間もかかるし、でもリサイクル好きだから。と、笑顔で答えて、ちょうど来た電車に乗って行ってしまった。僕も同じ電車に乗るつもりだったが、立ち上がることができず、去っていく電車を見送った。はい、ということで、いつものごとく復唱していきます。少々お待ちください。まずちょっと1回読んで不思議だなと思ったところはですね、この最後の部分、僕は立ち上がることができなかったということは、このお母さんは僕に対していつの間にか麻痺攻撃を仕掛けていたということになります。そして僕は状態異常に陥って動くことができなかった。あとこの最初の部分、子供が好きな僕はと言っていますが、これが一体どういった意味なのか。もしかすると僕は子供に対していやらしい感情を持っていたのかもしれない。まあ、リサイクルが好きだからっていうことで、このバッグは本物の赤ちゃんをリサイクルしてバッグにしたものである。これでいこう。はい、語り手はどうして電車に乗れなかった。じゃあやっぱ麻痺攻撃、お母さんの特殊能力、お母さんが特殊能力、お母さんがスタンド使いだってこういうことかな。でも最初の推理によると、このリサイクルっていうのは、まあ、要するに、もともと本物の赤ちゃんだよ、的な感じで、このリサイクルが好きだからの投稿。はい。あったった。理由がわかんない。赤ん坊をカバンとしてリサイクルしたんだろう。剥製のようなものなんだろうか。赤ん坊の顔を確かめたのだと考えると、立てなくなったのわかる。なるほど。正解。幸先いいですね。やはり、考察をなりわいとしているものとして、当然、といえば当然。はい、次行きましょう。ファイル5。スナッフフィルムって知ってる？娯楽用途に流通させる目的で実際の殺人の様子を撮影した映像作品を指す俗語のことだ。俺は昔見たことがある。飲み屋で知り合った男に見せてもらったのだ。男に招待してもらったのは、人里離れた山の中にポツーンとあるロッジ。かなり分かりづらいところだったけど、俺は先に到着した。だけど、男はまだいなかった。マジかよ。騙されたのか、俺。と、後悔をし始めた頃、男が現れた。すまんな。真ん中の子供が熱を出しちまって。子供が熱出しているのに大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫。そう言いながら男は笑った。ビデオを見せてやる。はい。あ、もっと見る。はい。もっと見ましょう。はい。さすが、ここに気づく洞察力がやっぱり必要となってきます。このゲーム。そして、スナッフフィルムを見せてもらった。無残なビデオだった。興味本位で見たいと言ったことを後悔した。日本人の子供、10歳くらいか。が、無残にも、最後まで見られなかった。俺は叫んだ。お前にも子供がいるんだろ。男、二人いるが、それがどうした。はいはいはい、これは簡単な問題ですね。もう完全に分かった。復唱しなくてもいける。要するにですね、この男、スナッフフィルムを持ってた男、真ん中の子が熱出しちまって、大丈夫ですか、大丈夫大丈夫とその男言ったんですけど、その真ん中の子がこのスナッフフィルムに映っていた子供であると。はい。その証拠に、そうだ、そう、最後この男は二人いるがそれがどうしたと言ってます。ただ先ほど言ったのは真ん中の子供、真ん中の子供とかということは、子供が三人以上いないと真ん中の子供ってのは出てこない、絶対に。
おかしい。そういうことだ。よし。これだ。二人いるが。はい、回答。違う。あー、なるほど、なるほど、なるほど。わかった。こっちだ。真ん中の子供ね。これ。これで絶対正解します。100% これで正解。はい、来た、よっしゃすまんな。真ん中の子供はね、ずらしてね、二人いるがどうしたと言ってる。二人しかいないのに真ん中の子供というのはおかしい。ね、ね、ね。おそらくこの男が子供に手をかけた。うわ、完璧。100点です。ファイル6。私がまだ学生だった時の話。私には美術の先生として働いていた姉がいた。姉はアトリエ用に 2DK のボロアパートを借りた。その部屋で暮らしているわけではなく、絵を描くためだけに借りたアパート。せっかく借りているのに住まないなんてもったいない。そう思った私は姉に頼んでその部屋で一人暮らしをさせてもらうことにした。一人暮らし初日、ワクワクしながらアトリエに帰宅。くれぐれも戸締まりに気をつけるようにと言われていたので、帰ってすぐに玄関に鍵とチェーンをかけた。その後、夕飯を作ったり、本を読んだりと、初めての一人暮らしを楽しんでいた。気づくと0時を過ぎていたので、戸締まりとガスの元栓を確認して眠りについた。しばらくして、多分夜中の2時から3時だったと思う。玄関がガチャッと開いた。どうやら姉が絵を描きに来たらしい。こんな時間に頑張るなぁ、と、うとうとしながら思っていると、私が寝ている隣の部屋に入ってきた。隣の部屋は画材やらキャンバスやらが置いてある部屋。そこで姉はブツブツ言ったり、クスクス笑ったりしてる。やっぱり芸術家と怪しい人って紙一重だよな。そう思いながらいつの間にか寝てしまった。朝、目が覚めると姉はもう帰ったようでいなかった。姉の絵に対する情熱は尊敬に値するよな、と思いつつ出かける準備をした。玄関の鍵を開けた時に突然恐怖に襲われた。それ以来、私がそのアトリエに足を踏み入れることはなかった。ほう。長いな。まず長い。まず言えることは文章がちょっと長め。そして、まず分かったこと。この子は玄関を開けた時に恐怖に襲われたということなんで、玄関の外に何かやべえもんがあったと。それがお姉さんなのか何なのか。何なんだろうね。何なんだ。ちょっと復唱しますね。まあ、これこの子の話によると、夜中2時3時に来たのがお姉さんかどうかは確認してないからわからないですよね。だからこれは別人の可能性がある。あ、一つ今気づいたことがあります。この一番最初の文章、私はまだ学生だったということで、私は学生です。ということが分かりました。全然わかんない。もう2、3分考えてるけど、全然わかんない。何？いや、多分なんか違う人が来た気がするけど、わかったぞ。この真ん中見てください。気づくと0時を過ぎていたので、戸締まりとガスの元栓を確認して眠りについた。ですよね。ただ、一つだけ確認をし忘れているものがあったんです。それが何かというと、水道の蛇口。そしてこの私は玄関の鍵を開けた瞬間にそのことを思い出した。水道を一晩中開けっぱなしにしていたことによって水道代が今月大変なことになるだろう。しかもその料金を払うのはおそらく姉。この私は姉にめちゃくちゃ怒られることを予感して恐怖に襲われた。いや、違うのは分かってたんだよな。違うのは分かってたんだけど、分かんないんだよ。なんだろうな。なんか、それらしい答えをちゃんと導いてから行きたい。次に。分かった。実は、姉というものは元から存在しなくて、この人が、の二重人格だったと。はい。違いますね。2DK。わかった。この最初の文章を見てください。姉はアトリエ用に 2DK のボロアパートを借りたと書いてあります。つまり、これはお部屋が2つあるっていうことですね。はい。そして、なぜこの人は玄関の鍵を開けた時に突然恐怖に襲われたのか。その理由がこの 2DK ということになります。
要するに私は玄関を開けた。そして外に、周りに外の景色が広がってると思いきや、開けると隣の部屋だったと。そして突然恐怖に襲われたということではないんですけど、わかんないなぁ。あ、わかった。わかった。普通にわかった。見てください。この真ん中らへん。あ、これはちょっとガチでわかったやつ。見てください。見てと言われてもわかる。帰ってすぐに、この私は玄関に鍵とチェーンをかけた。はい。ということは、夜中に人が入ってこれるはずがないんです。で、玄関の鍵を開けた時に、何があったのかは、それは、正直わかりません。わかりません。はい。うん。行こう。もう行こう。わからん。どうして突然恐怖に襲われた？いや、だからか、なんでなんだろうな。鍵、チェーンがかかってるから入れるはずがないっていうことに気づいたからってことかな。ちょっとわからんけど。ということで、ツーリー、あ、違う、ツーリー系じゃない。チェーンだ。鍵とチェーン。これ。これ。はい。はい。はい。正解や。よし。いや、これ、この文章量の中から一発で正解は結構すごいと思う。理由がちょっとね、ちょっといまいちピンときてないんで、理由見てみましょう。はい。うん。玄関に鍵とチェーンをかけたにもかかわらず、玄関がガチャッと開いたとあり、玄関の鍵を開けた時に突然恐怖に襲われたとあることから、チェーンロックがかかっていたはずである。つまり、ブツブツ言ったり、クスクス笑ったりしていたのは姉ではない何か。あー、なるほど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 。チェーンは、じゃあ、なんか、泥棒にぶっちぎられていて、それに気づいたとかじゃなくて、チェーンはかかってたってことなんだ。で、ブツブツ言ったらクスクス言ったらな、姉ではない。あ、姉ではないというか、むしろ人ではないですよね。人ではないっていうか、じゃあ何なんだろうね。まあ普通に常識的に考えると、まあ考えられることって一つだと思うんですけど、まあお姉さんが愛人をかくまっていたと。で、まあ 2DK ということなんで、もう一つの部屋にその男は、まあ寝てますね、完全に。夜中2、3時に起きる夜行性型の男なんで、まあ完全に寝ていたという。はい。はい。次。ファイル7。あるかわいそうな女の子の話。女の子は学校でひどいいじめにあっていたらしい。どうやら同じクラスの女子生徒が休み時間や放課後になると人目につかないところに連れて行き、周囲にはわからないようにいじめていたらしい。ある日、その女の子は学校のトイレで自殺した。自分で両手両足を切断して死んでいた。死因は出血多量のようだった。近くには彼女が書いたと思われる遺書が残されていた。親よりも先に先立つことをお許しください。はい、これはすぐ分かった。おかしい。だいぶおかしい。どうやって一人で両手両足切断できるんだ。これはトリックだな。うん。そして、まあ、それ以外あんのかな。まあ、いいや。ちょっと行こう。はい。両手両足ね。はい。あ、正解。理由が分かんない。両手両足を切断して死んでいたと、あれが自分で両足、あ、ですよね。遺書が残されたということがいじめていた女子生徒の仕業であろう。なるほど、なるほど。まあ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 。うん、まあそういうことね。はい、ということで、こんぐらいにしときましょうかね、今日は。まあ、な、はい。ということで、今日、何ま、7までいったのかな。はい、ということで、どうでしたかね、僕の考察。まあ、キリン探偵いけるなっていう方は、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。はい、ということで、またちょっと時間を置いてから続きやろうと思います。なぜやるかというと、動画作るのがすごく簡単だから。はい、ということで、バイビー。